日本文化紹介あがたジャパンマークです。今日の老舗の一品は龍翔亭西村さんの海中汁粉です。はい、龍翔亭さんは安政元年1854年創業、浅草の雷門の正面にある和菓子の老舗さんでございます。金龍山浅草寺への供物を引き受けていたので、金龍山の龍から取って龍翔亭西村という屋号が付けられたということでございます。はい、それでは早速いただいていきたいと思うんですけれども、こんな箱で届きます。オープン、じゃじゃーんってこと。西村さんはとにかくですね、箱に入ってくるんですけど、箱の中身はめっちゃずっしりしてる。今日もずっしりです。10個、全部で入っております。はい、というわけで早速ですね、お湯を注いでこんな感じで出てきたんですけれども、もうね、お湯で溶けて中からね、こう千鳥とかが出てくるっていうね、こうちょっとした遊び心もあるんですけれども、あ、濃いめ。というわけで、この自分でお湯の量を調整すれば味わいを変えられますので、私の好みとしてはそうですね、海中汁粉をですねちょっと置きまして、その全体が浸るか浸らないかが、このギリギリラインぐらいまでお湯を入れるのが私の好みでございます。ちょっと体の体温を上げたいときに、まあおやつですかね、おやつに龍翔亭さんの汁粉をですね、カバンの中からピッと出してきて、え、それ何みたいな、お湯をバーッと注いで、え、何何何って周りがいる中で出来上がったのはお汁粉だよっていう、これね、変わった人っていうことでございますがまあそういう感じがいけるんじゃないでしょうか。あの簡単お汁粉なんですけど、決してそのね、味がね、あの省略した感じじゃないっていうところは、やっぱりさすが老舗さんだなというふうに思います。というわけで、本日ご紹介させていただいたのは龍翔亭西村さんの海中汁粉でございました。お買い求めは概要欄のリンクをクリックいただくか、老舗通販ネットで検索をお願いします。また高評価、ライクボタン、シェアやコメントもお願いします。日本の良いものを世界へ、伝統の良いものを現代へ、あがたジャパン登録よろしくお願いします。マークでした。